ジノ・フランチェスカッティは、フランスのバイオリニスト。本名は、ルネ・シャルル・フランチェスカッティ・マルセイユに生まれる。父・ホルトゥナートは、ベローナ生まれで、バッジーニとパガニーニの門人、カミッロ・シボリに学んだバイオリニストであった。母、エルネスタ・フェルーは、マルセイユの出身だが、父・ホルトゥーナの門弟であった。3歳から、両親の手ほどきを受けて、 バイオリニストとしての才能を開花させ、5歳でリサイタルを開くまでになった。10歳の時、ベートーベンのバイオリン競奏曲とパガニーニのゴッドセーブ・ザ・キング編奏曲を演奏した。その後も父親の指導に従って、マルセイ音楽院で大位法と火星法を学んだ。一時、法学の道を志したものの、21歳の時に父親が死去したため、 家計を助けるためにバイオリニストへの道を選び、1924年にパガニーニのバイオリン競争曲第1番を弾いてパリデビューを飾り、ジャック・ティボーの訓当を受けることになった。1927年にはティボーの推薦でパリ音楽院のコンサートに出演した。ただし、この年からエコールノルマル音楽院の教授を1931年まで務めており、 パリ音楽院には入学していない。また、この間に、コンセールストララムに団員として加わったほか、ガストン・プーレの主催していたコンセール・プーレの副コンサートマスターを務め、1930年にソリストとして独立した。1939年には渡米して、ニューヨークフィルハーモニー交響楽団と共演して、アメリカデビューを果たし、そのままニューヨークに定住した。 1976年に演奏活動から引退してからはフランスのラシュータに今日構え、その地で没したパガニーニの専門家として知られる超絶技巧の演奏家としてあらゆる競争作品を録音したが、中でもサン・サーンスの競争曲第3番、ブルフの競争曲第1番、メンデルスゾーンの競争曲保団長は高い評価を受けており、 フランチェスカッティの特徴である輝かしさと歌うような音色が際立っている。ロベール・カサドシとはベートーベンのバイオリン・ソナタの歴史的録音も残した。ブルーノ・ワルターと共演して録音したモーツァルトの競争曲も人気が高い。また、ワルターとベートーベンのバイオリン競争曲を録音しているが、この共演は日本のファンからの希望でもあったという。しかしながら、日本では フランチェスカティは、ミルシテーンと共に、来日歴のない往年の名バイオリニストとしても、知られている。ロベール・カザドシとの共演によるベートーベンの、ピアノとバイオリンのためのソナタの録音は、評価が高い。中でも、クロイツェル・ソナタの演奏風景は映像化され、近年 DVD にも復刻された。G のフランチェスコティ。NNDB2018 年9月20日閲覧。 レジェンダリーバイオリニスツ、ジーノ・フランチェスコティ、2018年9月20日閲覧。ジーノ・フランチェスコティ・バイオグラフィア・ m d b ィ2018年9月20日閲覧。ヘンリー・ロス、バイオリン・バーチオソス、カリフォルニア・クラシック・ブックス、1997、P16 ・ホルツネとする資料もある。ありがとうございます。